はい、え、2024年10月20日の動画です。小松純也です。えー、本日は、あのー、まあ、その、こ、今回の衆議院選挙を見て、え、ため息がまた出まくってるっていうことについてお話をする前に宣伝です。えー、概要欄から、えー、投げ銭をしたり、え、私のファンクラブに入り、毎月私を支援するという、えー、企画を始めました。 えー、あのー、これ私のビジネスの理念なんですけど、えー、一人から、えー、10円を集めていって、えー、それを定期的に1万人からもらうと、毎月10万円もらえるっていう、えー、それが私のビジネスの、あのー、根っこにある理念になってまして、まあ、あのー、提携してるサービスが50円からしかできないんで、 あの、50円。あのね、あの、毎週、毎週とか毎月とか、ま、適当に気が向いた時に、えー、いっぱい投げ銭してください。50円から投げ銭できます。100万円まで投げ銭できます。えー、100円以上の投げ銭もできますけども、ちょっと難しいんで、100円じゃ、百万円だ。百万円以上の投げ銭もできますけど、難しいので、えー、その辺はま、適当に皆さん、あのー、気が向いた時に投げ銭してください。そして、えー、チャンネル登録者数が増え、えー、投げ銭がたくさん増えたら、えー、バーチャル国家を作りですね、えー、その、私のやりたいことをバシバシやって、 えー、法の許す範囲で、えー、あの、あまりその、民度の低い方と関わらないという私の夢をですね、えー、叶えたいと思いますんで、えー、皆さん応援よろしくお願いします。というわけで、えー、なんかね、選挙のたびにね、あの、鬱になるんですよ。<laughs> 同じ人いる <laughs> で、あの、衆議院選挙も、なんかあの、ね、あの、ま、三橋さんも、ま、昔からのお友達が、 あの参賛成党から立候補しちゃったんで、え、ちょっと、おう、血迷ってんじゃないのみたいな感じのことを言い始めちゃいましたけど。いやー、賛成党やばいでしょう。あの、賛成党が支持されるっていうのは、本当に今日本ってやばい状況なんだなぁと。え、もう何がやばいかってましい、えー、その、国としての威信がない、えー、国が世界に誇れることがない。まあ、スポーツぐらいか。ね。でもそれも個人だもんね、スポーツってなるとね。えー、で、まあ、 そんなところでね、そういう、その要は、その、コンプレックスから、ああいう生徒が選ばれちゃうんですよ。で、 あの、歴史、そんな私は世界史詳しくないんですけど、あの、中国史と日本史が専門なんで、まあ、しかも日本史もそんなに言うほどじゃないな。まあ、その古代中国史が専門なんで、あんま世界史は詳しくないんですけど、あの、ドイツのナチスが台頭した時ってそんな感じだったんじゃないかなって思ってます。あの、天文学的、えー、賠償金。まあえー、今日本で変えると、えー、天文学的アメリカからのカツアゲ。えー <laughs> えー、天文学的財務省の無能。 <laughs> えー、そして、えー、っと、氷河期世代が今、いい年のおじさんになって、家族も持てず、えー、定職にもつけず、えー、なんか自分がなんで生きてるんだろうって悩み、えー、首相官邸に車が突っ込んでしまうような社会です。えー、こんな社会情勢だと、えー、自国は素晴らしいんだ、えー、政府は間違ってる、あなたたちは被害者だっていうような、 えー、宗教じみた政党が力を持つわけですね。まあ言うてまあ、私は日本人に対して期待をしてないので、参、えー、政党そんなに議席増やせないだろうなと思ってます。まあ逆に増やせた方がまだマシなんだけどな。<laughs> ね、だからまあ、なんだろうね、その、左の例は右の参政党みたいななんか、本当にため息しか出ないですね。でまあ、国民,民主党、あのー、玉木さんも、まあ、ぶっちゃけあの、 なんかね、耳障りのいいことを聞きかじって自分の都合のように解釈して、えー、それで、えー、票を集めてる、えー、だけに過ぎないと私は思ってます。えー、本当に、えー、財政を理解していれば、あまあ、あの人が訴えるような政策は出てこないわけですね。えー、だから、その、 ま、一番ね、その財、その経済を理解していれば、財源は国債なんですね。まあ、堀江さんとかね、あの、企業家の方々は、まあ、なんかその、やたらと国債を発行しすぎると、国力が下がる、要はその、国の信頼が信用が下がる、国債の信用が下がり、えー、日本の借金が大変になるってことを、取り立たしてくるんですけど、まあ、一理はありますね。だから本当に、あの、池戸満作みたいな感じで何、何、十兆も何百兆も国債出して、わあ、超撃ってやっちゃうと、 えー、本当に無意味なことなんで、えー、そうじゃなくて、その国の予算を、えー、もっとその国民に、えー、は行き渡るような政策をする。で財源を、えー、とにかく出動させて、でそれがまたさ,さらに税収として帰ってくるようにするっていう仕組みを作るのが、まあ、必要なわけなんで、あのー、まあそれをすれば、そんなね、日本円も下がらないし、そのインフレも起こらないし、 あの、なるんで、あの、だから、いや,やるんだったら、まず、えー、もう所得税と消費税、もう大ー,ーに下げる。まあ、消費税いらないかもしれない。で、えー、法人税上げる。法人税上げると、えー、企業の内部留保が減ります。で、企業の投資が増えます。えー、企業の、えー、設備投資が増えます。でまあ、そういったところでね、で、まあ、だから、その金融資産に課税するとかね、本当に愚かなわけですよ。 確かに金融資産に課税する、例えば貯金、預貯金に課税したら、あの、みんなが、あの、預貯金しなくて使うようになるんじゃないかっていう考え方は、まあ、あるにはあるんだけど、今こんな、あの、社会情勢でそんなことしてもみんなお金使わないんで、ただ税金が上がってみんな困るだけなんで、まず、社会をそこそこ良くして、あの、皆さんのその収入が、ええー、行き渡るようになって、でもそうなると、あの、預貯金に課税す必要なんかないんですよね。 <laughs> うんだからまあ、どうなんだろう。やっぱりその、ご高齢の方々がたくさんお金を使うような仕組みを作ったら、あちょっと世の中良くなるんじゃないかなと私は思ってはいるんですけれども、まあまあ、そういうところですよね。だからまあ、また衆議院選もなんかこう、えー、ポピュリズム対ポピュリズムみたいな感じで、なんかもう、あの <laughs>、っていう感じになってます。えー、というわけで、 えー、本日もご視聴ありがとうございました。